ございます。わあ、これ久々に被りました。俺2ヶ月ぶりっす。いや、ここに来たんだと思って。いや、まあありっちゃありだよね。ごとにありっすね。前回あの、ね、アンジョちゃんも来てくれた時に打ったけど、はい、出せてない。あ、じゃあ違い見せます。あ、そこやっぱアンジュちゃんじゃできなかったことをやる。お見せします。やる。はい、ついてきてください。僕はお見せします。クリさん2ヶ月ぶりなんで、僕も。そうだよな、はい、そこやっぱショーじゃなきゃこのパチスロはできないよっていうのは。そうです。お帰りと。やりましょうか。 OK です。おはようございます。おはようございます。いや、いいですね。元気ですね、今日も。お久しぶりです。一回ね、前回ね、はい、お休みをしまして。そうなんです。まああのコロナになっちゃって、いや、しゃあないです、しゃあないです。それはもう熱あるって言ったんで、来ようか迷ったんですけど。いやいや、来なくていいです、マジで。本当におかげでアンジュちゃんが助けに来てくれたんで。いや、もう見ましたよ。あ、見ました。正直、はい、ショックでした。何がですか。なんか鼻の下伸ばして。いや、伸ばしてないですよ。デレデレして、クリさんが。いや、そんなことないですよ。アロアホは違うだろうと。あ、硬派の番組だと。そうですよ、もう男臭い番組ですよ、これは。でもアンジュちゃん来た回、結構数字回ってるから。あの、コメント欄も見ました。あ、そうなんすか。いや、って言われたんですよ、俺も。あの、はい、制作側から。もうあの、ショーいらねえんじゃねえか、疑惑が。待ってください、クリさん。いや、わかるよ。いや、アンさんいいっすよ。アンさんすごく面白かったんですけど。いや、ちょっとそんな寂しいこと言わないでくださいよ。それは今日のパチスロで。なるほど、なるほど。それでしょ。やっぱ出るやつが必要だから、パチスロ番組は。はいはい。出せるやつが。じゃ、その前に、うん、あ、そうですね。ちょっと禊を。まあ、いった、いったん本当は、だから、まあ、いろいろなんか他のことを考えてたんだけど、はい、前回あの、休んだ、たまたま休んだから、はい、で、アンジュとめちゃくちゃ負けたから、で、たまたまカードもそれだったから、そのまま行ったけど、違くても俺は、みそぎだっつってそうしようかなともちょっと思ってたの。あ、そうなんですね。たまたまカードがそれだったから、もういっか、このままでと思ったんだけど、みそぎの僕らの負け額全額払ってください。いや、もちろんです。それはまあ、あの、万枚出した時のやっぱあの叩かれ具合と、はい、まあ、俺らは別にあれはいいと思ってるんでしょう。だって俺らのルールでやってるから、はいはい、まあ、見てない方とかはね、パッと見た方はイラッときたかもしれないけど、はい、イラッとします。ルールは守んなきゃダメです。ルールはルールで、でもそれも含めてルールじゃん。だったけど、はい、だからまあまあ、でもだから9万6000円ですかね、前回の負けで。俺とアンジュに俺払ってるから今、それ俺がもらいますんで今日。もちろんです。持ってきてます。あ、ちゃんと。はい、ありがとうございます。五千円札。クリさん、はい、お釣りください。あ、わかった。じゃあ後で。後で、うん、持ってきてるんで。本当に？あ、本当に持ってきてるわ。これで9です。9。お釣り？足りない。これで10です。そうだよな。はい。今日打つ金は？5000円です。今日僕は5000円で。いや、これが王ですから。あ、でもそうだな。僕ちょっと思ったんですけど。はい。なんですか？やっぱちょっとまあお金払うだけじゃちょっとみそぎにならないかなと思って。いや、十分みそぎですよ。何ですか、坊主ですか、坊主ですか。いや、指を落とします。何ですか。え、何ですか。私絶対王を返納します。いや、邪魔して。俺これ本当嫌なんですけど、さすがにあの状況で俺は絶対王だとは名乗れないんで、また一からやり直そうかなと思っております。どうでもいい。正直俺このお金の方がどうでもいいんですよ。これはどうでもいいんです。今今年いっぱいの絶対王だっけ。絶対王でした。万枚出したんで、これを機にもうやめると。はい、返納します。また民として一から絶対を目指して頑張っていこうと思います。あ、じゃあ今日が俺一応さっきジュース買ってあげたけど、それは最後のあれ。そうです、朝のジュースだ。あれはあれです。あれはあれってなんだよ。いや、最後じゃん。今王やめたんだから。今やめます。ああ、なるほどな。はい、もうこれで、うん、はい、おお、やめた民としてね、はい、はい、やっていこうかなと。被るのね、ああ、新喜劇みたいだね。それが王の証なんかと思ったら違うんだね、やめたんでって被るんだね。これは私服です。なるほど、ああ、そういうことか。はい、わかりました。じゃあ絶対王じゃないということで。はい、民同士です今日は。わかりました。だからあの敬語じゃなくても大丈夫なんで。オッケー、わかった。え、いや、いいだろそれは。なんだよ、年下だこの野郎。行きましょう、行きましょう。ああ、いいですよ。用意されてるのが55、はい、乗りなし10010か。
まあ、この10-0っていうのもねちょっと極端すぎるからどうなんだろうって話はしてたけど、まあだから、まあ、でも良くないと思いますよ。まあでもそろそろもう何年ですかこれ、6年7年やってるのかな、もう6年目ですかね、かな、もうなんかちょっとリニューアルしてもいいのかなっていうのはディレクターも言ってたんで、はい、まあ、メンバーを変えるのか分かんないですけど、なんかリニューアルメンバー変えるんですか、クリさん。いやいや、じゃあリニューアルしたいね。ほらやっぱハンジュちゃんがいいと思ってんだ。クリさんもクリさんだけは俺がいいって言ってくれると思ってましたよ。思って言ってない、いや、そういうリニューアルもあるんじゃないかなっていうことを言っただけ。ダメです。いやだから分かってる、俺はだから俺信じてるよ。捨てないでくださいよ。だから今日髪落ちさせたらもう誰も話さないよ、お前のこと。言いましたねこれも もういや髪落ち話さないですよね。髪落ちまで行ってさすがにアンジュちゃんがいいとは言わないですよね。言わないと、それは誰も言わない。それはお願いしますよ本当に。わかりました。とりあえずじゃあとりあえず引きましょうか。はい、今日の引きます。じゃあショー引いてよ、休んでたし。終わりました。絶対ルールは守りましょう。多いでしょ。もうだから保険とかなしってことね。もうなしです。言われるから、俺らそういうのありにしてたから、はい、あの時に見てくれた方がなんだそれってなっただけで。そうなんですよ。だからなしなし。はい、なしです。いいですよ。こっちですか？はい。これです。あ、じゃあクリさんが髪落ちしても OK にします。一応二人一心同体じゃないですか。あ、分かりました。いいっすよ。いいっすか。どっちかが髪落ちたらもう、はい、もう絶対に言うなと。はい、誰がいらないとか言う。もうこれやもですよ。これどっちか髪チェリ引いて髪落ちでもいいですけど、髪落ちたらもうそれは言うなと。さすがにちょっとやめてほしいですね。あ、じゃあ俺は頑張りますわ。はい、はい、というわけで、今お気に入りの機種ゴッドイーターを、ショーと僕2人で、今日は打ってきてます。髪落ち狙います。お願いします。じゃあ行きますか。はい、ゴッドイーター。ゼニバカ見てくれてたら人は分かるけどね。はい、ナビボイスね。はい、1人めちゃくちゃ出るやついます。マジっすか。当ててみ。そういつもこれ変えてない。変えてます。誰？僕エリナにしてました。ああいいんじゃない。まあ、ああいいんすか。エリナ。右の。はいはい分かるよ。あ、お前好きそうだな。はい、こういう子供の子。いいか、まあまあそうですね。お兄ちゃん。それはいいと思う。え？めちゃくちゃ出ます。漆黒林道ですか。違います。違うんですか。これね、はい、塩塩なんですよ。塩なんですか。これ攻略法の一つです。あんま言いたくないんですけど、俺これで出しますんで。お前はエリナにしろよ。好きなんだろう。好きです。自分の愛信じますね。そうだな、オッケー。よし、じゃあ行くぞ。オッケーです。よし、久々っすね。何かアルアホの一日。あ、せえ、フルネームで言った。アルアホの一日。でも俺が休んだ時さ、はい、誰が来てくれたっけ。ロギーだ。いや違うっけ。中金さんじゃなかったっすか。あ、中金だ。中金が来て出したんだ。出しました。そうだ、多分最高枚数出たって。いやいや、そんな出さなくていいんだよみたいなこと言ったような。そういう番組じゃないから。あの、張り切らなくていいんだよ。そう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 。あの、俺らクリさんがいるの居場所なくなるよって。そうっす。俺ら毎回さ、誰か来たら俺たちの居場所が危うくなるんだよな。何なんすかね。中金来たら出されるし、アンジュ来たらなんかちょっといいって言われるし。言われるし。違うじゃないですか、俺らでやってきた番組やのに。なあ、と思ってます。そうだよな、誰にも渡さねえよな。そうですよ、この居場所な。こんな月一友達とパチスロ打ち来る番組な。譲るわけないじゃないですか。譲るわけねえだろ。まあ昼はだから、じゃあ今日負けてる方が。ああ、もうそれはいつも通りしましょう。いいよ。クリさん、いい台打ったことあるんですか。それ、あ、いいだろうなっていう台は1回ぐらいはある。ありました。1、2回はある。でも違いました。6ではない、6ではないと思う。あー、4とかかな、みたいな。かな、5かな。うん、なんかあの、緑の相馬とか最後出てきたりとか、はいはいはい、あとやっぱ200当たった。200も当たるし、いいなんかあの、有利切った後、紙落ちループしやすいみたいに言われてますよね。そこはやっぱ有利切れなかったね。あー、むずいっすもんね。リザレクションゲートで髪落ちた人いるの。あそこはもう髪チェリー行かないと。でも引いてもダメだってって噂聞いたことあるけど、あそこで。マジで髪チェリーですか。うん、噂はね、盛りすぎる。だからやっぱ現実的なのは通常時の髪チェリーからのフリーズ。そうですね。多分8分の1とかでしょ、山沢だったら。はい、ジャローナって言われてます。ジャローナ、ジャローナって。ダローナじゃなくて。はい、ジャローナって言われてますよ。ダローナじゃないの。いや、ジャローなって聞きました、僕は。ああ、そうなんだ、はい、あ、じゃあジャローななんだ、そこは。ああ、そうなんだ、どこだ、広島かな。広島で流行ったんかな、ゴッドイーターのフリーズの話。なんとかジャケンなって言ってましたよ。ああ、じゃあ広島だわ。広島すか。あ、ジャケンなも言ってたんだ、広島だわ、
めちゃくちゃ引きました。チャンス目いいか、いったか、いったんじゃない、弱手で、あ、いったな。いやもう決めよう、低投手で抑えるのはもうほんとチャンスゾーンだから。わかりました。どっち、あ、まあそうだね、まあ最終ゲームだけど、まあ、そうっすよね。まあでも引ければある 16.6%。クリさんが数字言うの初めて聞きました。やっぱ好きな機種だけ言うよね覚える機内機種は覚えないからいやあるんじゃない、いやあるよ、外れ、あ、リプ、いやでもそれはそれであるよ、フリーしろ、いやあ、俺悪くないですね、後ろに回ってる、ないか、お、引いたじゃん、あ、いや、じゃあ分かんねえのか、引いてるよね、チャンス目、あ、ベルダメなんだ、そうだ、俺今からくりとこっちゃなってたよ、はい、今からくりです、それはでもチャンス目しかないね、いや、こいついや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 、クリさんが抜かれるのさっさからです、鼻ねえなおーおーやめて引いてるぞ、それ、お、行ったわ、レン君だ、あ、これは行くぞ、多分何かこれ強い、あのね、チャンス目だね、うーん、多分チャンスゾーン行く、あのカフェだから、ああなるほど、方角で行ったね、見してやるよ、違うよ、やっぱ花ってそういうところに出るから、今これ8000いいっすね、俺これがアルバホだからな、違い見してやるよ、格の違いを、お、見してください、見してください、まあ、まあここまで持ってきたよ、はいはい、まあ、結局ここだよな、マジっすか、マジっすか、こういうことよ、そこ失敗するとこじゃないですか、うま、俺うま変わったんだよ、俺はもうアルアホもアルアホで勝つ男になるから、マジか、これだから8191ゲームハマるぞそれ、いや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 、ライブスクリさんすぐ当てます、僕も、いやプロですね、いや言ってんじゃん、え、マドツ以来のプロじゃないですか、クリさんこれ、いやいや何言ってんだよ、マドツなんて1回2000枚出しただけだよお前よし、だからなんかあのチェリータウンの時に強チェ行くのが一番手っ取り早いですよね、あ、そうかも、多分強チェがだって800だっけ、はい、ち、昇格ありで600とかでしょ、そうです、激重です、うるさかったよって、はい、今だったらちょうどいいぐらいじゃないですかね、ショーに見せつけるぞ、ここで引きたい、リプレイ、ああ、うわ出た、初戦でこいつはな、試されてんね、試されてます、この回で唯一嫌いかもしれないです、ハンニバル来る瞬間、それはそうだろう、よし、行ってるべ、さすがにな、バトル欲しかったんだったら確かに、あ、どっちならいいですけどね、呼ぶ位置、まあ、そうだよなもうなんか、まあでもこれはバトル行くからいいよ、ゲーム数をとにかく増やさないと、そうなんですよね、延命大事ですよね、大事、いやー勝ってねえか、うーん、おー書き換えた、リプレイ、いや分かんない、勝ってたかもしれないし可能性はある、これは取ったべ、あ、おお怖いっすよ、ならなくて怖かったっすけど、うまいっすね、いやいやいや、ここな、
本当はここなんだよな。ここのレバーオンが一番大事だよ。大事です。強チェ、強チェ。あ、リプレイ引いてる。うまっ。あ、うん、まあ。うまいっすね、クリさん。言ってんじゃん。これちょっと俺本気出さなきゃいけないですね。これはお前今日勝たないとお前居場所なくなるぞ俺あとでもこの台一つだけ苦手なとこ思い出した。マジで苦手。みんな見てる限りそんな難しくないのになと思うの。激輪ハンニバル、あれめちゃくちゃ負ける。あ、本当ですか。そうだから、そうじゃん、結構勝つじゃんみんな、はい、で周り見ててもそうなの、はい、俺マジで勝率悪い、あれだけ苦手。それ払拭するわけよ、はい、なんでそのカード、はい、腹立つな。お願いします。いや、そろそろやめろそれ、はい、腹立つなんでこいつあれ苦手初めて聞きました。いや、マジで勝てねえんだって。マジで今のバトルありがてえわバトルしますけどね。めちゃくちゃ引け。あ、ワンチャン。うわー、そっち。いや、一枚いるよ。あおい渾身のドヤ顔やめて。おらおらいや、うまいっす、お見事。おやっぱクリタンスは危ねえ。クリタンスが勝たん。おい、ナイス。うまー、うまいな、リプレイ引けてんな。今んとこもゴッドイーターは俺ってなってるけど。いやー、まあまあ早いっすよクリさん、まだ1時間ぐらいなんで。こいつ終わらせに来てるわ、この AT。 この AT 終わらせに来てるよね。それはあるよね、たまに。ちょっとひどいな。いや、ちょっとこれはひどいわ。まあでも勝つけどな。2回目のハンニバルか。これはしゃあないですね。まあでもまあとりあえずなんとなく見せれたから勝に、うん、ああなるほどって。クリさんにレアもう素晴らしいっす。あ、いやいや、やってろ言ってろ、お前やってみろよお前見してやるよ、チャンスを外すようなやつにすいませんクリさん、見して、俺が見してやるよもう一回。そんなわざわざまずこれぐらいはできるよっていうとこからよはいはい、いや本当に、あ、惜しいね。うわーアロホだ、やっぱアロホやったアロホしましたね今日も。シェは引くよ。紙チェリーはもうあの全部覆す。何これ紙チェリーっす。あんま見たことないんだけど、マジで全然違った。どんだ見たことないよ。ラーバナレアク、あ、勝ってんじゃねえかな。ですよね、あの演出で。一応引いときます。一応、あ、リプレイは一応引いときます。 あ、勝ってるね。何ラーメン食おうか133ゲーム8000のまま。俺生まれ変わったんだよ。別人です。お前が一回休んだことによって俺整った。お前に甘えてたわやっぱ。あ、どっかで、ああ、いないことによって、あ、俺頑張ろうって思ったから。あー、ちょっとそれはやだなクリさんは負けるのが仕事なんだけどな。特にこの番組な。はい、アロアホスターがクリさんの仕事だと思ったんですけど、曲も放棄です。そんな本当得意なんですね。
得意ではない、好きだよ、だって。いや得意ではない、マジで。それこんなクイズは見たことないですね。あらこれでもなんか今日は整ってるね。はい、全然違う。そうまだ、まあ、悪くないね。悪くないですね。このリプレイも生きてるよ。あ、いいよ。あ、出てこないっすね。おお、たんすか。もうちょっとシオにしたくなってんじゃないのお前。いや、シオはまだそこまで信頼とない。ナイス。これハンニバル来たらやばいぞ。乗せられなかったって言ったからな。ここでだよ。うわ、最悪だ。うわ、3枚目。え、早いな。でも当たります。今570です。まあまあそこで多少取り返してくれれば OK です。惜しい。ある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 。うわぁ、何のうんうんなんですか。なるほどな、なるほどな。いや、いいよいいよ、よし。クリさん、そうでないと。いや、ちょっと、なるほどなるほど、頑張りすぎです。あそこのポイントだったな。いや、もういや、見てみるよ、見てみるわ、はい、マジで。いや、いつものあるあるならもうここでお前が1000枚超えて、そうなんですよ。いや、やっぱショーなんだなってなるけど、はい、どうでしょうね。おお、変換した、まあ、民ですけど、俺民負けなしなんで、クリさん。じゃあ民でいろや。ダメです、王を目指してるんで。出た。お、それあんま見ないけどな俺。はい、クリさんのやつ。いや、俺マジで、俺初めて来たけど、結構行ったけど、ごっついだからだ。天井なんですけどね。めちゃめちゃ天井で生きてるやつじゃん、いろんなやつ出して。普通に当たりやと思っちゃうんですけど、天井やったら。いや、でもやってくれんじゃない、やっぱ。任せてください。お待たせしました。いくら復活です。あら、あんま主人公って見ないですよ、考えたら。あんまないですよね。え、いくら投資。2万3000です。ああ、まあまあ。633ゲーム。おほほ。よし。やる？はい、見せますね。で、これ腕出るからね、本当に。本題はただいまです、クリさん。いやいや、まだただいまじゃないね。店長でただいまとかバカだよ。誰でも当たんだから。帰ってきました、アラホ。あそこ引いてないの危ないよ。大丈夫です。ほら、そこリプレイ引いときゃ。おー、来んなよハンニバル。おい、ハンニバルに勝てないよ。じゃあもうお前この台打っちゃダメだからな。本当やだ。押さない。
よし。リプレイ。やっぱそりゃそうだよな。これ落ちたらダメですもんね。天井まで行って1戦目で落とすとか、はい、マジでありえないから。ない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 。キモすぎそれは。気持ち引いてます。何言ってんの。じゃあもうそこになってねえだろ。それパリッシャーとかだろ多分。ベルでした。200ファイルでした。いやいやいや、続けることが大事だからな。そうっすね。さあまあでももうハンニバルないから。はい、あ厳しい AT 続いてんね俺たち。本当に。あぶな。だっせだっさ今こうやってやっせよお前。ハテナス気持ち。見てたよ。ダッシュ。あ嬉しそう。ダサかったな今の。オーバーキルしますわ。やぶねー。わかりすぎです。せっかりさダサかったなあの本当に嬉しかったっす。いやわかるわかる。取っといたらその気持ちさせてくれるよね。わかる。助かった。すごくわかる。オーバーキルできんかったな。まあまあやばいやばい。オール200枚。いやいや全然継続してるからいいっすよ。なになにチャンス。ボーナス中のチャンスっていちいち呼ぶないでしょそんなので。チャンス相馬とかだったらまだ分かるけど。ジャッジです。たまりました。あまあまあハンニバルの可能性もあるしな次は。髪落ちしなきゃダメなんですもんね。どうしたらいけるかな。髪落ちないと多分バカみたく出ることはないからやっぱ。いや分かんないけどないないっていうか難しいと思うから。じゃあまあとりあえず捕食者まで持ってって。まあ、乾燥するしかないか一旦。一旦な。そうですよね。でも上位むずくねこれ捕食者。初めてむずいよね。あんま変わらんよね。変わらんし。はいか。お、助かった。いや超頑張ってんすけど。スイカぐらい。超頑張ってんのか。超頑張ってますよ俺。あ、あ、ガードしましたクリさん。あるな。押さない。あー。危ない。よし。おお粘るね。今引けばいい。今引けばいい。スイカでいいんだよ。ああ。リプレイでもある。青だ。スイカ引け。お願い。きつ。きつ。あーあーあおあーあーおあおあああ終わった。普通じゃん。普通じゃんもうそれ。一番ダメっすね。全然ダメ。いいよ俺が見せてやるわ。えスーさん俺はい実家なくなるんですよ。実家がなくなる。そうなんですよ。誰も三重県残んなかったんでもう売っちゃおうみたいな。あーそういう意味で。はい。お母さんはお父さんと。お母さんとお父さんは姉ちゃんが、四国にいるんですけど、うん、そっちの方住もうかなって言ってましたもん。あー姉ちゃんはご家族で住んでるの。旦那さんと。そうです旦那さん住んでて。でもいいじゃんお前三重好きじゃないっすだし。いや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 そんなこともないですよ。決められてしかいなかったし俺いっすわ三重は。カツアゲされたし打ってたじゃん。ちょっとガチ入れるのやめてくれません。ところどころに全部嘘って言いづらいんで。いいイメージはなかったでしょだって別に。いやいやいやそんなことないですよ。
地元はエラブでしたけど。そうなの。いや俺もこの間夏帰っててさ、お母さんとお父さんと、はい、まあ孫も連れてきたい、まあ、まあ会ったことあるけどね、はい、連れてって旭川行きたかったのもあるけど、旅行も行ったりしてね、トマムの方とか。いや朝北海道もう一回住みたいなと思ったのよ、やっぱ空気きれいだし。あ本当ですか。あでもガリゾーさんじゃないけどさ、はいはい、そういうのもありかと思ったけど、お父さんお母さんがもうねいつまで生きられるか分かんない、そこまでまだ大丈夫だと思うけど、分かんないじゃん実際でも70とかになったら。そうなったら俺住みたくはねえなと思ったからやめたけど。そうだよな。いや 今だね、今を本当に。なんか人の父親になったからってのもあるけど、なんかいろいろしてもらったなって331。あはい、クイさん白文字出ました。白で、あれ冷た優しく行くよ俺は今の話から冷た。いやでも、はい、マジでお父さんお母さん会いなよ、会って全然会わないじゃん最近お前。今年は帰ろうと思うんだよ年末ねえ、はい、あ子供連れて。子供連れてかないです連れてってやれや、お前だけ帰ってどうぞ連れてってやれや会いたいだろ絶対。久しぶりに帰りますわ。でも実家なくなるなら、まあ、帰っておいた方がいいな、それも本当込みで。はい、ラスト実家になります。いやそうだね。クリスさんやっぱ白激アツってあります。白にしたの、まあ、もしかして。あ違います、あの白文字入るの。あーやっぱそうだよね、100だね。天国です。じゃあ2人とも当たったじゃん、力の。よし、試し合いっていうか見せどころで。今1万4000です俺。僕は投資追加投資なしです。74枚でした。さあクリスさん抜きます。やってみる。寂しい波えな。そうなんすよ。さあビーナススタートします。急ご、追いつこ。ある、俺ある。急がないとクリスさん終わっちゃう。チャッピーン嬉しそう。お前には負けねえからよ。おお、よしよしよし。ふざけんなバカ野郎。三重返してるよ、お前が。お前が実家守れ。三重に住め。旭川返してありますよ、俺も。泣きながら旭川帰ってもらいました、クリさんに。勝に負けたーって泣きながら旭川返してありますよ。それは嫌だな。よし。へえ。あ？いいよいいよ。え、チャンス目？チャンス目でした。追加と思ったら。まあ、あとは早くどっちが金のアギトじゃないけど2V1のやつとかさ。やりたいっすね。あれを出せるかどうかだよな。さんゾーン入りました俺。クリさん引かれました。やってよ。チャッピーン笑っちゃったわあまりにもくだらすぎて笑っちゃったわ俺。そうきついっす俺何お前、お前そんなんじゃない。お前おいお前クズオンとか中金でやりすぎてそういうのできなくなったんじゃないかお前。違いますって。やれよお前チャッピンは。いやもうちょっとひねり効かした方が良かったかなと思って。だからそのままやっちゃって。まっすぐですか。まっすぐで。それをやれないやつはこれ押しちゃダメだよ、権利ないよ。当たり前だろわーしょー。もう勝っててオーバーキルとかしないかな。さっえマジ。あ、でもまあ強制だったら一発でオーバーキルの抽選もあんのかな。ありましたっけ。いや、わかんない俺も。まあでもまあ、ナイスナイス。よし、しよう、しよう。あー。で、わぁ。よっしゃ。これ好きなんですよね。いや、ここはね、ワンチャン事故るよ。500万欲しいですね、せめて。追加とかで。ソーマだね、ソーマ。ソーマ出てきた時がもうやばい。
レアクレアク。ああ320ぐらいのやつかな、それじゃ何も引かないでしょ、どうせで、最後、コーター出てきて終わるやつでしょ。ちょっと、クザそっち系な、クザ。やばい、やめて。おお、な、320でしょ。ああ、そこまでいかないか、まあまあ、変わんねえよ、だからじゃよだれ出てるよ、ちょっと新規覚醒分かんないけど、よだれ出てるよ、それで、うん、やめな、俺ハンニバルだわ。はい、ショーもハンニバル出してよ。あ、どっちが倒せるかやろうよ。あ、ダブルハンニバルやります。いいっすよ。あ、まだか。いや、やっちゃおう。じゃ今のサムネっすかね。え、あれサムネだったら終わってるよ、もう今回なんもなかったってことだよ。うわ、マジか、バトルいかねえ。尾崎、あー、おこうと、まあ違い見せますわ、じゃあ俺が。まあまあ、それはでもそうかもな。ここのハンニバル倒してくれたら、あ、やっぱり元王ってなりますよね。ってなるね。あ、王ってやっぱ違ったんだなって。勝てないだろ。引いてんすよね。いや、俺だって引いてたよ。あ、ある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 。耐えた、耐えた。王の力見せるか。リプレイでいいな、まずは。あー、あー、終わりました。え引き分け。やめましょう、クリさん。争うのは。え？一旦。引き分けだ。一旦引き分け。一旦引き分けだ。こんな難かったですか、こっていた。ん？バカンス、またバカンス言ってんのお前。はい。何も引かなくても。あ、あるある。あります。ある、バカンス。だからベルとかで抽選してんだよ、多分。あ、そうなんすね。なんか演出来るじゃん、ベルとかの時。あれで続いて発展したりするときあるんだよね。へぇ、俺も何でかは、多分そういうことだと思う。いったね、ラッキーです、246。意外とそれだ、いいのかって感じちゃいますけどね。バカンスとか含めたらそっちだよね。はい、俺一回もないよ。もう3バカンスです、僕だよね。はい、まあでもそれ下手だから意味ねえか。いや、わかりました、これ。リズした、まだし、おチャンス目 50%。 あー、いやでもあるある、次フリーズすんじゃない。お願い、引いた。ボタン押せないんじゃない。押してみて。あれ、ああ、いや、まだある、まだある。いやうまい、やりました。もうちょっとだからあれにしよう、まあ、まだ時間あれだけど、何体倒したかにする。もう、あー、今最高2体ですけど、クリさんも2体。いや、そうだよ、だから2体ちょっとあれ、まあ、1000枚でもいいけど、枚数でもいいけど、枚数でしょうか。じゃあ一撃枚数勝負にしよう、もう分かりやすく。あ、乗っけた枚数。あ、いやいや、もう獲得枚数で AT での獲得にしようよ。分かりました。いいよ。今多分あと1回ずつくらいじゃない。あと1回か2回、クリさんが多分投資も変わんないんだよ、そんなに。俺が2万5000っす。あ、俺まだ2万。 OK です、ほぼ一緒。まあまあ別に3枚でもいいんだけど、なんか、まあ、まあそうだね、もう変わらんだ、結局倒した方が多分勝つわ、はい、勝ちます、ほぼ一緒なんで確かに。弾来るな、ほんと。あー、黒ナビ。チェリー、チェリーじゃねえや、リプレイね。まあ、バトルは行く、勝ってる可能性もある。
勝ってどうし、あれ青のが強いんだっけ、青のが強いはずですか。よし、どうした、勝ちました。あのリプレイですかね、よかった。たまにあるよね、たまに。みたいな、なんでみたいな。リーダーの可能性あるよ、翔太。翔太じゃねえや、翔。あ、またその間違いですか、クリさん。多いっすよ、俺のこと翔太っていうの。それ一番ダメですか。名前変えてくんねえから、どっちか。一緒なんだよな。はぁ、もう終わったの。100 変わんねえじゃねえかよ。変わんないっす。神チャリ引いたらもう一旦勝ちですかね。勝ちでいいんじゃん、それはもう勝ちでいい。それはいいですよね、うん、勝ち。神チャリか千枚だな、それはもう勝ち。はい、勝ちにしましょうか。いいよ、白です。100、はい。あ、じゃああるんじゃない。あ、バトルだ。誰、バジュラ。でもワンチャン引きは勝てるわな。あるね。いや、勝ってるかもしれないよ。勝ってた、勝ってた、勝ってた。キャン赤、何、おお、やっぱ強いね、強いですね。よかった、追加投資しなくてよかったです。133、1000枚の壁をどっちが先に行くか。うん、やっちゃっていいですか。よし、よっしゃー、オッケー、気持ち、気持ち。あー、まあいいやろ。あー、オッケー、1000枚でいいんですよね、クリさん。いや、やっぱ激輪まで行けばもうそれ勝ちじゃない。それやっぱアルワホをや、はい、動画としてやってるので、ね、そこまでの絵がないのはね、ちょっとですよね。もう勝ち負けじゃなくて、もう多分お互いマイナスだもん、取り行かない限り。どの道、確かに。そう、任せてくださいね。根がよくわかんないけど、まあ、水内もたまに400とか行くからな。あ、短い。ナイスリップ。ついね。今日。あ、カリギュラなの。はい。あ、カリギュラなんだ。で、変換しないんすよね、これ。あんま変化したことないけど、もうしたことないんですよ、カリギュラで。あー、喧嘩。そうだ、確かにマイナス同士じゃダメだっていうルールあった、俺あのメシナ。そうですよ、そうだ、どっちかがプラスの。230? あー、300! 316。そうか、リプレイ出るからか。いや、まあストックあるから。あ、ストックあるの？結合回。あー、逆にハンニバルでもよかったのか、はい、もうそういう時に消しといてもよかったんですけど。わかる。あるね、やめて。あー、あー、赤。
よし、クイズさん最高記録です。3連3体、3体目3体食べました。神回、よし、リプ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 250枚、まあ1回はね、楽しいですね。えクリスさんしっかりしてください。クリスさん、もう600超えた後のこいつはもう確かにほっといてくれよ。あーこれ怖いな、やつが。よし、セーフ。いいナスならいける。お、3連続リプ。勝ってていいんじゃない？聞いてる。ああ、はい、ありがとう。リプレイ、はい、4体目です。新記録、新記録更新、更新。福さん1000枚いけるかもっすね。やってみる。おい、一気に抜いてやるよ。あここで愛しかったな。じゃあまだ2択のやつ引いたことないんですけど。ああそう、はい、これ外したことも当てたこともあるよ。あ、本当ですか。あと2連っすかね、枚数的に。俺マジぶち抜いてやるよ。はい、はい、今の返事で思う、あったましたマジで。はい、やってください。ああ802枚なんすよ。いや微妙だね、足りないね。足りないですよね。2回だね。2回かか、まあ、覚醒、臨機覚醒とかやったら一発ですよね。いけるいける。250でも微妙だもんな、ここから減るから。そうなんですよね、無理か、ギリ無理だ。うわっ、もうそんなに言ったらね、ここだけは負けられない、マジで。強いっすわ。まあじゃあ俺でもチャンスは巡ってきたろうかな。はい、749枚。俺の当たり後に飯行こうよ。 OK です。中段チェリー引いたら大逆転だよ。もう終わりだよそこで。それですよね、正直今のとこもうだって疑いマイナスだから。お、何引いたの。あ、これか。あでも多分行くんじゃないそれ。チャンス目3発いきましょう。これあー行くんじゃない。それ暑いよ、めちゃくちゃ。そうめっちゃ暑いですよね。暑い、行ってんじゃない。じゃあ2人 AT あるよ。よーし、あれ赤なんない。さあ1031ゲーム天才、はい、クイさんじゃないですか。天才4万5000円ですよね。でも俺がここでむちゃくちゃなことやって、ジャスティンお前を抜くよ。おっす、はい。兄さん、付き演出外しました。マジ、はい、ここで行くはずなんだよ、確かに。行くとなかった。もうダメですか。惜しい。わあ。お。多分これ勝ってます。はい、チャンスの言ってました。マジ、はい、あ、じゃああるじゃん。いいんだよな防衛戦。
はい、ナイス。2人で AT やろうよ。張り合いがねえよ。任してください、クリさん。ほら大丈夫です、大丈夫です。あー、嘘だ。聞いたのに。ダメ、ダメでした。勘弁してくれよ。おい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 、抱き上がったこいつね、グリさん。本当に言ってますよ。ヘラヘラしてんだよお前。あぁ、クリさんだ。何がで終わった後チャンスメイク。それ俺って呼んでんだよ、それのこと、はい、ふざけんなよ。笑っちゃった今。ああ笑っちゃった。ごめんごめんごめん。うま。あ、まあまあまあ普通普通。普通ですか。これ一撃の方がすげえもらえるイメージなんだよな。あ、本当ですか。まあ、ゾロ目とか見れなくなっちゃうけどね。はいはいはい、しょう、はい、俺千枚いくぞこれ。あ、いやいや、ちょっと早いっすよまだ気は。大逆転、枚数的には申し訳ない、あるかもしれんけど、はい、投資とかでもそう関係ないですから、そのスポーツとしてこれも勝てばいいんだろ、はい、そのルール、うん、いや、いいよ、持ってるからね。うわー、あんま見ないよね。見ないっす。真っ黒。え？あ、そうなんだ。いや、まあ内部的に勝ってんのかな。どうなんだろうね。あんま見ないけどね、本当に。はい。あ、あ、あ、そうですよね。さすがに。さすがにね。本当に何か行きそう、クリさん千枚行くって言ってんじゃん、なんで俺が適当なことばっか言うと思うなよ。確かにな、でも今まで適当なことしか言ったことないんで、クリさん。おい、みずほ、さあマジで俺いち早く先に行くよ。俺今何枚ですか。先に1000行った方が勝ちだろ。はい、千枚、まあ、まだ700枚。あー、あと2回。やりそうだな。ただね、楽だっていうかこっち側の選んでほしかったのかな、たまには。これなんか行きそうっすね。行きそうってなって、リーチですよね、クリさん。いや、引いてた。天才だ。だからだ。だから、うまい。いや、これがとんでもなく乗れば、まあ、話は別だけど。ああ、まあまあいいよ。もう一回やれんじゃろ。ただ、これでハンニバル来る隙を与えた。ああ、めっちゃチャンス。うわっ、これはいった、クリさん。いけるな。いきます、いきます。昨夜ルースだっけ。はい、まあ、もう一回当てりゃ俺は多分いけるから。じゃあ翔くん、ごちそうさまです。本当お願いします、クリさん。もうお願い、いいの出していいんだな。もう俺もうラーメンおごってもらっていいんだな。わかりました、おごります、おごります、お願いします。本当に、あ、大丈夫だと思って俺は持ってるからよ。確かに、これは強い。やっぱ絵的にも一発いかないとな、激凛な。さすがにきついっすよ。
かっこ悪いよな、はい、争ってる場合じゃないです今で、俺もそっち行って勝負って感じかな、高みでそれはクリスさん、もう背中バンバン押してくれてますね、もう連絡一発だ、はい、何でもいい、おめでとうございます。あんま余計なこと言うな。11ゲームで、まあだから要は連絡してってことだな、はい、いや、すごい、やばやばいや、割り勘っすね、ダメ、割り勘だほぼ一緒っす、俺と4連7連5チームくっそ粘ったのにひどいな、マジで、いや、えぐい、一回一回どうするか考えよう、 OK です、この後どうするか、まあ、いや、このまま追ってもいいし、もちろんちょっとずつ要相談、はい、はい、あ、行った行った、溜まってた、だったら早く当ててよかったね、最高です、お願い、お願い、よっしゃワンチャンここでいける、よし、豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週月曜配信、ゼニゲバ、毎週火曜配信、嵐と松本、毎週水曜配信、逆転着、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください、サイト7TV。